こんばんは。2月5日金曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも皆さんこんばんは。およそ400メートル先、斜め左方向です。はい、はい、で今日から私はですね、独り立ちをしまして、朝から納品回収と、駆けずり斜め左方向です。はい、はい、斜め左、はい、そう、朝からですね、独り立ちをして今日から、走っております。ちなみに今ね、ずっと庄内川というね、大きい川を横目に、ずっと堤防をずっと走ってますね。なんか多摩川に似てるね。多摩川にね、無事に納品が完了いたしました。あと1件回収に行って本日は終了となります。より早い経路が見つかりました。環状2号線国道302号経由なら5分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。タップしない。いきなり下るんですね。怖いですね。怖い怖い。本日の業務は終了いたしました。ちょっとね、体力がないっていうのは良くないですね。運動不足は良くない。まあ今日はですね、まあこういった形でまたね、昨日に引き続きお仕事の内容をね、まあ今日はちょっと動画に収めることができましたので、まあしばらくこの仕事の動画はもういいなと、お腹いっぱいだろうと思いますので、明日以降はちょっとどういうまたね、動画を上げていけるか分かりませんけれども、今日はお疲れ様でしたということで、いや、お休みの方はね、ゆっくり休んでくださいね。明日も仕事っていう方は本当に頑張りましょうね。頑張りましょう、明日も頑張りましょう。いやー、ちょっと帰ります。現在時刻は5時25分。5分では会社に戻れません。残業となってしまいました。いや、今日も一日大丈夫でした。みんなも大丈夫だったと思うね。大丈夫だったと思う。まあ明日も大丈夫ですから、大丈夫、問題ない、大丈夫大丈夫大丈夫だよ。さあ、ということで本日はこれにて終了といたします。ご視聴本日もありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。グッバイ。左方向です。はい。